爆眼。それはデストロイヤからやってきた巨大なモンスターたち。世界中の子供たちが爆眼と出会い仲間になった。そしてナーガの野望を打ち砕くため、爆眼と子供たちは力を合わせて戦うのだ。これはそんな爆眼と爆眼と心を通わせた子供たちの物語である。いかんドラゴン、こっからが勝負だ。ああ任せろダン。よし行くぜ、爆眼シュート。寝てる。もう朝よ。はーい。おはよう、アリス。おはようございます、おばさま。今日まで、そして明日から。では買ってくるものはこれでいいんですね。あまり遅くなるんじゃないよ。ただお買い物に行くだけですよ、おじさま。行ってきます。気をつけてね。はーい。すっかり元気になって。最初あの子が現れた時は正直驚いたよ。モスクワにいると思っていたアリスがいきなりドイツにやってきたんだからな。兄夫婦が亡くなり、お父様も行方不明になって、何があったか知らないけど、きっと辛い思いをしてきたのね。そうだな。あの子にはアリスには幸せになってほしいものだ。なんて平和なのかしら。許されるならずっとここで暮らしていたい。何もかも忘れて。ほら見ろよ、俺の爆眼。ノバザウラスだぜ。こいつは防御アビリティのファイアーウォールが使えるんだ。俺のアクアガリソンだってパワーレベルこんなにあるんだぞ。すっげーだろ。早くバトルやろうよ。アリスさんがマスカレードだったのでございますか。ありがとう、みんな。でも、もうみんなと一緒にいられない。さようなら、みんな。さようなら、おじいさま。ハイス！私がやってきたことは決して許されない。だって私は、私はマスカレードなんだから。凍った湖、これも異常現象の一つなのね。
あのお城は確か。いい音色だ。そうは思わないか、セイレン。はい、ご主人様。世界は美しい。すべての調和がもたらす美しさだ。しかし、誰？お久しぶりです、クラウス。君は？そうですか、君がマスカレードの正体だったと。ごめんなさい、あなたたちを戦いに巻き込んでしまって。今さら謝っても遅いのでしょうけど。君に、いや、マスカレードにバトルで敗れ精錬を失った時、私はこの世の全てを恨みました。だが精錬はこうしてデス次元から帰ってきてくれた。ご主人様、今の私が望むのはこの美しく平穏な時間が長く続くことだけです。これは、セイレン。世界が、二つの世界が震えています。なんだって？昨日突如出現した巨大なホールは、依然として太平洋上にぽっかりと不気味な口を開けています。その直径は心なしか大きくなったようにも見えますが、詳細はなおも不明です。これはベストロイヤに通じる穴よ。ベストロイヤに？それでは人間界とベストロイヤは、二つの世界が共鳴し融合しようとしています。なんということだ。アリス、全部私のせい。私が悪いの。でも私にはどうすることもできない。マスカレードとなって数々の罪を犯した私にできることなんて何一つないわ。私はもう爆眼に関わらない。それがせめてもの罪滅ぼし。罪滅ぼしか、クラウス。いいでしょう。それではアリス、この私と爆眼バトルをしたまえ。バトル？私の爆眼コレクションです。見事なものでしょう。君は先ほど私に許しを請うた。ならばこの私にバトルで勝ったら許すことにしましょう。そんな、私は。僭越ながら君の爆眼は選ばせてもらいました。土、風、闇、違う属性の爆眼ばかり。それぞれに美しい爆眼たちです。クラウス、私はバトルなんて。そもそも君に断る権利はないはずですよ、マスカレードである。君にはね。フィールドオープン。ゲートカードセット。ゲートカードセット。爆眼シュート、ホップアウト、ルミナエルコンドル。さあ始めましょう。完璧で美しいバトルを。爆眼シュート、ホップアウト。バトルをせずに逃げるのですか？そうはさせません。
爆眼シュート、ポップアウト、ノバナイト。さあどうしますか。ゲートカードオープン、ピースメーカー。ピースメーカー、爆眼が2体ポップアウトしてもバトルが発生せず、それぞれのバトラーに戻すゲートカード。もう戦いたくない。もう ならば、あなたに教えて差し上げます、本当のバトルというものを。私はゲートカードセット、爆弾シュート、ポップアウト、ゼフィロスビーストライカー、爆弾シュート、ポップアウト、ノバナイト。おかしいわ、クラウスが得意なのは水属性なのに、火属性や光属性の爆弾を使うなんて、一体何を。やめて、ゲートカードオープン、ゲートクロープ。ゲートクローズ、フィールド上の全ての爆弾をバトラーの手元に返すゲートカード。なんてこと、またもバトルを無効にするなんて。できればこのままバトルをせずに終わりたいですか。すでに始まったバトルから逃げることなどできはしません。そんなことはないわ。爆弾シュート、サブテラマンティス。爆弾シュート、ノバナイト。アビリティ発動、ひと土の召喚。ノバナイトのパワーレベルが。さあ戦わなければマンティスはナイトに倒されますよ。ゲートカードオープン、アナスタシス。アナスタシスでバトルに負けた爆弾を復活させるとは、いよいよ教えねばならないようだ、このバトルが持つ意味を。爆弾シュート、ゼフィロスビーストライカー。ご主人様、私に行かせてください。セイレン、君が。ご主人様の神聖なるバトルを汚す者を許せません。そうか。爆弾シュート、ポップアウト、アクアセイレン。水属性屈指の爆弾セイレン、いよいよ登場ね。ゲートカードをオープン。ご主人様のお気持ちもわからぬお前など、このセイレンが叩き潰してあげます。クラウスの気持ち。はっ、アビリティ発動、ブローバック。何ですって、卑怯者を。何と言われようといい、私はもう闇の世界に取り込まれたくない。本気でこのままバトルをせずに終わるつもりですか。爆弾シュート、ポップアウト、サブテラマンティス。爆弾シュート、ノバナイト。もう逃げられはしない。ゲートカードをオープン、カルテットバトル。ビーストライカー。さあみんなで美しいバトルを。
トルフィールドが震えている。ビーストライカーマンティス、逃げられないと言ったはずです。哀れな、自分の力を発揮することもできずにただ破れるとは。これが君の言う罪滅ぼしなのですか。そんなこと。ダークオンセンチピード、闇属性の爆弾。爆弾シュート、ルミナエルコンドル、ゲートカードオープン、トリプルバトル発動、爆弾シュート。トリプルバトル、美しい。さあ前、我が爆弾たちよ。バトルを終わることができる。もう私には何も。それでいいのですか。君がバトルを放棄するなら、このままセンチピードが倒されるだけだ。爆弾は君を信じて戦っているのではないのか。私は信じて。ダメ、こんな私を信じるなんて。今さら私に何ができるっていうの。アリス、罪深い私に。マスカレードというもう一人の自分に操られ、闇に囚われたこんな私に今さら何がこれは一体。おそらくベストロイヤと人間界がつながった影響でバトルフィールドが揺らいでいるのです。あれはダンク。よし、行くぜみんな。みんなベストロイヤに向かうんだわ、世界を救うために。みんな、みんな頑張ってる、この世界のために、ベストロイヤのために。なのに私は、みんな、ダメ、ダメ。アビリティ発動、オレガノマーダー。一体でナイトたちの攻撃を。オレガノマーダー、自分の爆弾のパワーレベルを100アップ、同時に相手の爆弾のパワーレベルを100ダウンさせるアビリティ。闇の力で2体独身。さすがはマスカレード、いや、さすがはバトルブローラーズと言うべきか。爆弾シュート、パップアウト。愚かな、水の世界で私に勝てるとでも。いいえ、まだよ。アビリティ発動、グランドダウン。ゲートカードは無効にしたわ。これでパワーレベルは同じ。ドローよ。無駄です。アビリティ発動、フォーシングウェイブ。あなたはもうここにいてはいけない人。自分のいるべき場所にお戻りなさい。セイレーンのパワーレベルが。センチピード。さすがですね。もう少しでこの私が負けるところでした。負けた。
どうしてだろう。バトルはしないつもりだったのに、こんなに悔しいなんて。それは君が真なる爆眼バトラーだからです。爆眼バトラー、美しいと思わないかい。私が使った3体の爆眼と君が使った爆眼、水、風、火、土、光、そして闇、この6属性どれか一つが欠けてもこの美しい調和は成り立たない。無用なものなど、必要ないものなど何もない。たとえそれが闇であろうとも。闇であろうとも。君を必要としているものがいるのではないのか。もしかしてそれを私に教えるためにバトルを。違う属性の爆眼ばかり、光属性や火属性の爆眼を使うなんて。ご主人様のお気持ちもわからぬお前など。クラウス、ありがとう。綺麗。そう、この世界は美しさで満ち溢れている。それをこのまま失いたくはないものだ。私もこの世界を失いたくない。私にもできることがあるはず。だって私もバトルブローラーズなのだから。デストロイヤ、それは属性同士が混じり合い生まれた混沌の世界。そして凶悪な新種の爆眼が待っていたのでございます。次回、氷の世界。ここは僕とシュンさんにお任せください。属性コンボデッキの紹介だ。爆眼バトルは属性を組み合わせて戦うこともできるんだ。ダークオン、ゼフィロス、サブテラの組み合わせならトラップと空中戦、それにフィールドコントロールもできる。属性を生かしたコンボデッキを考えようぜ。